あの、ね、あと4分でアップデートが完了するからちょっと待って。なんとかじゃあ2戦目から参加できそうですか。配信してる2戦目はいけ。2戦目って まだ残り20何名おるよね。間に合う間に合う。まだ全然出てない。全然まだあと1戦目だけポイントなしにしてくれや、なんとか。これ優勝したら100万円もらえるらしいし。あ、了解です。知らんだ。あ、そうや。ちょっと金もらえるんだこれ。そう、金かかってるっぽいで。じゃあ一度交渉しとくか。これ今見ている視聴者さんに言うと、今ミュートにしたんやけど、あの俺たち3名全員脱落して、俺は今アップデートしてる。ごめん。え？あ、ほんまや、おるほんまや。誰がおるで？ほんまかわいい。かわいい、うん。ポケモンウーパーみたいなやつおるわ。別のゲームの名前出すなっつって。あ、そっか。ごめん。今絶対言うと思ったもん俺。モコは絶対言うだろ、ね。ポケモン例え。キョウちゃん、キョウちゃんこれは、うん、どう見ても。うん、そうだよね。俺もどう見ても、そう、思ったけど、危ないと思って俺困ったのに、もう踏んだわ、今。だから、ウーパールーパー言ったんか。そうだよ。だから、ウーパールーパーって言ったし。ウーパーって言えばええのにて。ウーパーって。ちょっと、ご気をつけます。今日は大事な。そう。うん、早速一生マイクミュートだしな。寝てんじゃねえだろうな、ジジイ。確かに。ジジイ。なんだ？参加しろ。参加しろ。寝てんのか、ジジイ。こっち忙しいんだよ。なんでだよ。何が忙しいんだよ。ミュートにしろ、ゲーム。あと15秒でアップデートできる。よし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 。間に合うぞ。間に合ってないのよ。ごめん。間に合ってないの。全然。頑張れ。誰に対しての頑張るの？もういろいろよ。いろいろな。いろいろな。1ミリも俺ステージ知らんけどこれ。なんだこれ本当に。え、ここにもステージ知らんのか。全部のステージ知らん。これセカンドステージ。これシーズンやで、最初やで。だいぶ。初期の方にアップデートされてる。そうそうそう。いやもう。やんな。全然知らん。めちゃくちゃ知ってるやん、向こうとか。てか、みんなこれだってアップデートされて割と。うん、もこさんだってアップデートあるたびに一応やってるよ。あるたびに一応やってるやってる。こすりまくってんの？こすりまくって順調に数字は押してるけど、うん、まあ、一応アップデート来たらやるようにしてるけど。俺多分このゲーム1回しか多分1位取ったことないんじゃないかな。マジで。あ、まあでもクラウンみたいな取るやつ1回しかなかった。まあクラウン以外の何者でもないけど。クラウン。マジかよ。でもこれじゃあモコとオエちゃん落ちたらもう無理じゃん。俺ね、このゲームね、120回はオカンドってねんで、本当に。いや、めちゃくちゃ強いじゃん。めちゃめちゃ生放送でやりたくってで、これほんまにすごいな。100勝するまでの企画やった後もやってるから、うん、120回は撮ってるわ。めちゃくちゃすごいじゃん。そうね、でもあのパソコン版やで、プレステ版は1回しか撮ったことない。それも言わざるを得ないやん。何で言ったらええの？いや、言わなくていいのよ。だから別に。なんでなん？そんな敵対意識燃やさんでもよくない？心狭くない？さすがに。違う。もうプレイステーションだって、普段やってんのそっ、まあ、うん、じゃあ気をつけます。なんで俺ら、この大会出ようと思ったの？そうだよね。マジで。まあ、俺は別に、まあ、言ってが空いてたから、あ、いいですよって言って、メンツ見たら、まあ、一面みたいなメンツだったから。一面やったな。毎度おなじみ。うん。毎度おなじみのメンツだったから、あ、楽しくなりそうみたいな。うん、俺もなんかメンバー見た感じ面白かったから。メンバーって、そうやって言われてきた？俺も3人決まった状態やった。あ、俺はいなかったか、そのメンバーに。え？いやいや、俺も最初からドンで。決まってないや。もう最初からこの4人でやってきたで、俺。うん、ちょっとあの、殿、これ、サインインとアカウントのリンクって出てきたけど、これどうすればいい？頑張って。おい、もう、おいじゃん、始まる2試合目。なんか俺、サインインとアカウントの、
チームでログインとかあるでしょ。スチームでログイン？なんかログインするサイトいろいろ選べなかった、うん、どのアカウントで入るかみたいな。わかんねえ。チームのアカウントで入ってる。おえちゃんも配信してる？おえちゃん。あ、配信してる。あの画面に絶対にパスだけは映しダメだよ、本当に。あ、なんか今映しちゃった。え、あ、大会のね、ああ、それはまだまだ入れてない、大丈夫。うん。それだけは本当に気をつけて、もうそこだけ。わかった、これアカウントの作成を押せばいいんか。あ、まあそれでもいいじゃない。どんなに遅れてもいいけど、もうパスだけ漏れたらマジでやばいから、そこだけ。大人にこっぴどく怒られる。わかった。本当に怒られる。わかった。そこだけ守ればいい。でも、あえて、なんかカスタム ID 移してちょっとねあのぐだつぐだつしてちょっとおえちゃんの時間稼ぐ時間稼ぐか時間稼ぐの本出禁になるの俺ら全員こんなボロクソ言って出禁になるから出禁よもう出禁二度と呼ばないで目つけられてるなこれは、うん、デブとチジやったー入れた入れたちょっと待って待って待ってパスワードってどこやカスタムマッチだからだから本当気をつけてもう画面暗くしてない大丈夫大丈夫、うん、パスワードは多分運営のうん入力する場所どこやろ入力する場所は四角かな四角でなんか四角で賞あるあるあるカスタム賞あるあるある参加するでそこであれなんかこれ丸とバツが逆になってるでコードを入力でさっきのあれを入力すればいいんやそうそう J のそうそうそう J のやつ OK そう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 それそれそれまだ全然大丈夫やと思う。ほんと？行く、うん。わかるコード？あ、やべ、コードわかんねえ。どこ行ったかわかんねえ。あ、じゃあもう一回貼るわ。ありがとう。よかった。じ。言わないで、口に言わないで、口に出して言わないで。あ、ごめん。口に出して言わないでね。まあ、じだけにしとく、うん。あ、ありがとう。確定。大丈夫？送信。飛べた？いけたー！ナイスー！おー、ナイス。あーし！よかった。ありがとう！ディスコードとか映んないよね。なんとか間に合った。パス映んないし。なんとかなった。なんとかじゃあ4人揃ったか。もこ動画のツイートして笑ったって言われてる。な毎回してない？こういう時に。いや、まあ、ちょっと合間があったからと思って。仕事しとるなぁ。じゃあまあねちょっと気合い引き締めてそうやね、ま、1戦目やと思って頑張りましょう、はい、2戦目です、うん、2戦目やけど2戦目です僕のスイッチの配信のゲームカテゴリーが別のゲームになってるらしいよ、うん、あごめんなさいあのエーペックスになってましたちょっと待ってもう慣れへんねこのスイッチのこれ今も俺別のゲームで濁したのにゲームタイトル言うしなもん大地獄出る大会間違えてないか地獄大地獄まあ今日は裏でねなんかその別のなんかねお祭りみたいなのやってるみたいですけど、うん、楽しそうやな、まあ、もうここに負けずにね盛り上がっていきましょうよそうだねうんねこれなんかもうあれだぞもう普段の同説2分の1だぞこっちもう超デバフじゃないですかこの大会もう誰が得してねこれで言うな言うなそれなんだそれそんなわけないだろどんな時間帯に始めてもこの人数はないよ。この1年間で。ちなみに何人よ。このちなみに何人。400人。これあれでは最近一人で別のゲームの配信してますけど、まあ徐々にこうなんかいい感じに動線上がってきて、最近いろんな人に見られてるねって今1000割ってますからね今。うん。うん。最近調子良かったもんね。そうだ、かつてはね、うん、なんかね、とある別のサイトではね、玉座に座ったなんて言われてチヤホヤされてました、僕ですね。飛ぶ鳥を落とす勢いで最近はぐんぐん伸びてたよりもう1000割ってますからね。ぐんぐん。反応
視点割ってますからね。じゃあでも スイッチそういうとこあるよな。なんか規模がでかいのとかぶっちゃうとそのがっつりみたいな。まあまあそう。まあ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 。かぶるようない。そう。裏の。まあまあまあ。なあ、きょうちゃんオープンレック来ねえか。いつやっても何やっても変わらんで、オープンレックなら。いや、いいね。まあ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 。楽しい、楽しい。まあ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 。そんなに便利な言葉じゃないよ、それ。まあ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 。いやいや、そんな便利な言葉じゃない。まあ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 。裏のやつはいつ終わるんやろ。向こうの配信、一生俺の悪口、ひざけやがって、本当に。モコの配信見て一生俺の悪口だから、ふざけやがって。じゃあこれ、一生俺の悪口言いやがって。全部つまんねえって。全部つまんねえって。おめえのコメントの方がつまんねえだろ、ふざけやがってよ。かかってこいよ、おい。切れてる？ふざけやがって。おい。なんだ、おい。デブいらねって。じゃあ、お前がキャスティングしてこいよ、お前がよ。なんかふざけやがってや、おい。スイッチで配信するとなんか翡翠伝説ばっかり流れてくんやけど。最近ね、きょうちゃんのこのコピペみたいなやつ、これな、翡翠伝説みたいな。もう流れてね。あれなんなん？最近な、デブって言われるよりもハゲって言われるよりもつまんないって言われるのが一番傷つくからな。それ言うから余計に言われちゃう。500人来ました。ありがとうございます。500人。おめでとうございます。おめでとうございます。聞いてるんだよな。つまんない。面白いで生きてきた人間だから、つまんないとか面白くないって言われるんだけど、一番聞くんだよ、本当に。まあ、わかるわかる。一番聞く。悲しくなっちゃう。なんかその翡翠伝説とかもさ、なんかいっぱいあるんだけど、うん、なんかその翡翠伝説を見て、ネタ振りみたいなコメントをしてくれる人がいるんだよ。で、俺翡翠伝説を全部知らないから、それと違う反応をして、あ、なんか思ってたんと違うな、こいつ、みたいな感じになるのもまた申し訳ないよな。申し訳ないよなって。まあまあまあ。そんな便利な。翡翠神話、京一郎、うん、お前ら安直に170センチ以下は人権ないとか言って茶化してるけどさ、俺は腹回り170センチ超えてるぜ。渾身のネタダダ滑り、コメントが7分間止まる。これ本当？いやいや、あのね、コメントが7分間止まったことは多分あるんだ。ここだけが本当なんだよ。ここだけが本当。おいちゃん、ここだけ、嘘と本当を混ぜることによって、ね、信憑性を出すっていう、こう、技法を使ってるんだよね、これ実は。最後の一文だけ本当だから、手前が全部、それっぽく見えるっていうの。あ、なんかでも、切り抜き見た、きょうちゃんがその一個一個解説するみたいな。うん、そう。なんかね、うまいこと、なんかブレンドしてるらしい、やっぱこのコピペは。いや、そう。そうなんや。寝られてるんや。そうなのよ。ちょっと、なんか言われたとは、愛想に。何？いやいや、なんか、愛、このアイス200個食べたみたいなのも、これも、やっぱ事実とそうじゃないのか、今後してるんですか。今後してる。だってこれ、モコいたもんね、これね。え？モコいたよ、これ。モコいたよ。モコがソファーで寝てたから。あ、おったおったおった、この時おった。あの日だよ、あの日だよ。あの日か。アイス200個食べたん？ 200 個食うわけないやろ。200個か。ごめん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 。俺、バケモンやんと思う。あ、そういうことか。あ、200個ね。よかったよかったよかった。で、繁盛にあのプテラみたいな顎したバカ野郎が見て、キレて、コメントでそれうんこちゃんとして、そうやって箸を返しまった。あの日の出来事がこんなコピペになっとるなんてのちょっと知らない。いろいろとこう改ざんされてる。改ざんされてる。うん、ちなみに200個食ってないから。200個食ってないから。ああ、そんなには食べてない。アイスを200個買ってきて、で、うん、そのうちの1箱のピノをみんなで開けてたんだけど、はいはい、ああ食ったわ。そう、うん、俺がずっとそのね、そのなんで目の前にいたからパクパクって館長が京一郎さんめちゃくちゃ食えますねっていう話を多分したんだよ。でそれがもうめちゃくちゃ誇張されてこれだった。完全に。あ、じゃあこのプテラみたいな顎したやつとか言ってないんか。言っ
ってない1ミリも。とりあえず今日はあのプテラとウパーだけゲットしてるな。あと何人ゲットできるやろ。あと。まあ今のプテラはそのね、あの古流のそのプテラノドンの方やから。あそう。他のタイトル出しちゃないと思うね。ああ。そうかそうかそうか。いや多分、うん、いやプテラみたいな顎はシンプルにちょっと面白いけど。いや楽しいね。おこれキャラクターずっと潜ってるけどいつ始まるんや。確かにずっともこれまだか、うん、まだかカスタムコードの変更ならいいらしいから。なんか確かにそら急にそらそうや。おいちキートン山田ぐらいのあの頻度でしか喋ってないツッコミ来たやんけ。じゃあ突っ込ませやすいようにしてかなあかんなこれ。いやお前が言うなだと。いやでも言うてくれて助かったわ。それ間違ったで。あと7人、あと7人。なんか COD のアップデートが完了したわ。なんか COD 言うたらヒロリーンってなって、うん、出てきた。他のゲームはダメだ。いや映っちゃったし、フレアンのもなんか聞いてるみたいになっちゃうかなと思って。あ、うん、おえちゃんでも打ち合わせ出てないからしゃあない。今日ごめん、本当にごめん。なんか13時から打ち合わせあったんて。おえちゃん出てないから、ね、全然俺あのだって15時55分に起きたから俺、うん、知らなくてそのそうそうそう、なんか今日キルギアの色違い捕まえるみたいな、なんかそんなあのなんか動画見てたら生放送か知らんけど、それ終わってから布団の中ずっと入っててさ、全然知らんくってびっくりに、また別のタイトルの名前。俺だってあれだから、リハーサルの時点でだって後ろにあったパッケージ全部隠してくださいって言われたんだよ。そうや、俺そうなんか何それ、俺の部屋めちゃくちゃいろんなもの映るからさ、うん、そのみんな使って人形とかそのゲームのパッケージとか、うん、フィギュアとかあるんだけど、半券、はいはい、的なこれとこれは落としてくださいって言って、ゲームのパッケージ俺撤去されたんだからな。配信のマジかよっつって、その俺が飾ってるものを、まあ、いつもきょうちゃんの配信を見てる人は何が消えたの分かりますよっていうね。そうなのよ。やっぱ気にするんやな、そういうのって。だから、いやもうそれめちゃくちゃ目立ちますねって言われてる、うん、まさにその目立ちますねって言われて撤去したやつの話題を今ゴリゴリ話してる。でき、俺らほんとできんよ、もう。全然にできんよ、これ。モコがめっちゃ好きなやつな。モコがめっちゃ好きなやつ。モコのメイン、モコのメインのやつな。いや。今日ちゃん。うん。いやまあでも、あのこれかなと思ったら手前のやつもって言われて、手前のやつも片付けて。そう、手前のなんか、ね、手前のやつ何やったん。あのなんてハードゴールドやったっけ。俺も言うやん。ちょっと呼ばれないなこれ。絵頭みたいなことするやん本当に。レギュラーよりも一回の伝説みたいなこと言うやん本当に。ギリギリ攻めてないのよ、もうアウトなの、うん、アウトだよ。いやでもね、そのなんかそういうふうに10年以上やってきてるわけやん、もう、うん、それ言われても無理やん。いや、まずさ、メンツを呼んだ時点でもう無理だよ。このメンツしかも固めてな。いや、俺らも固められてるから、ね、他のやつだと組み合わせないから、ここで地獄みたいな。ここで固めてみたいな。ねえ、だからうん、部屋の隅にゴミ追いやるみたいにされて集められてな。うん、俺ら本当に。これ他のチームどんな人が出てんの今回？普通の人。いや
俺も全然知らん。全然わからんだよな。普通の人ってどういうこと？まあ。たぶんね、俺もメンバー見たときさ。メンバー見たときに思って、俺ほとんどわからんだんやけどさ。多分有名な人みんな違う大会出てると思うわ。そんなことない。そんなことない。違うか、さすがに。そんなことない。たまたま知らん人らが集まってただけか。よし行くぞ。よし行くぞ。よし行こうか。カツ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 、1回戦突破するぞ。オッケーオッケー。あのマップわからんかったらあのアドバイスできるから言ってな、何度でも。今言われてもよ。これさっきだって、さっきこれ。やべやべ、めっちゃ最後や。最後大丈夫、俺結構いい感じ。これ右回りありで、右も全然あり。初期スキン、お、どうなの。誰もやってんねこのゲーム。いや、そんなに。流れるようにディスるやん、流れるように。これ右回り、これ右回り、右でも OK。 どっちもどっちもいけると思うよ。神に行ってもいいかもしれん。そろそろちょっと頭数減らしておきたいな、これ。そうやな。勝手に減りそうだけどな、これだったら、マジで。まあ確かに勝手に減るか。え、これもやっぱりおえちゃん、その場ジャンプが一番いいの？いや、これはね、走って、棒と同じ角度で走って調整していくのが大事だと思う。なるほど。そう、上を基本見て、上のやつに当たっちゃうとダメやで、ジャンプするときは、上のやつに当たらんようにジャンプする。なるほど。おー、なるほど。上の棒を置っとけばいいか、じゃあ、とりあえず。そうやね、上の棒を意識すればいい。あー、確かになんか。あ、やべ、うん、終わったかも。ミスったわ。あ、え？あの、うん、落ちた？え？あの、今から落ちますね、これ。今から落ちるってどこと？うん、あの、死んだってことです。よっしゃー。いいよ。いいよ、向こういいよ。向こうがやってくれるから。あとは任した。いいよ。俺も落ちそう。いやいや、大丈夫。あ、頑張れ。ごめんな、もう何も抵抗できなかった。いやいや、何もしょうがない、今のは。あれ、なんか、運が悪かった。そうやね。運悪かったわ。いや、マジか、悔しい。あるある、こういうことある、しょうがない。こいつらうまっ。ああ。結局は分数で、こいつ出だしとか買った。ステイナイトの勝負だね。うまかったね。強この人。俺らインタビューとか。ああ、そうだ。え、なんだ、2000回終わってインタビューより俺ら高い。インタビューだ。え、なんで？なんで？知らんよ。あ、今日のその1時に連絡があったんか。その2戦目終わったらインタビューあるって。あ、ちょっと、なんか言ってたな。だから、俺らインタビュー、謝罪会見よ、まず。謝罪。やばい、バチクソ怒られるんだよ、これ。謝らなあかんな、本当に。もう、一生仕事来ねえぞ。いや、もう絶対こやんと踏んで。まあ、謝ります。はい。踏まないで。うん。気まずいクラスメートと同窓会で会うみたいな感じになるよな、俺。やばいな、嫌やな。同窓会なんかもう全然しとらんな。呼ばれたことない。あるんかもしれんけどな、呼ばれてないよな。同窓会まない、もうないわ、俺もしばらく。最後に、俺30が最後だな、同窓会。でも30まであったんや。30にあったんすか。うん、何の同窓会ですか。何のどこの同窓会だ。高校？中学。あ、中学。すげえ。楽しそうじゃん。うん。なんか、でもみんな結婚して、俺だけ独身だったわ。その時から？そんなことある？その時から。そんなことある？みんなは持ってるし、みんなは。みんな。それは持ってる。それはもうみんなで、みんな。30でみんなのわけないやん。すごいんだ。結構田舎だからね、俺死んでる。ああ、そうか、田舎の人は結構そのあれっていうもんな。すぐ子供作るから、あいつら。やることないからな。やることないから。え、どこ出身やったっけ？あれ、東京だけど、その田舎の方は。ああ、西山っていうか、山が近い。え、30ってでも14、5年前とかですよね。ニコ動とかも始める前ってことですか？そうそう。しかも俺、中学、あれ。中学3回ぐらいしか投稿してないのに行ったったわ。とんでもない空気になりそうだけどね。さん、俺より不登校やったんですか？
よう言ったな。あのほら小学校の頃からの友達がいたから一応。ああ、なるほど。なるほどね。私は行きやすいか。へえ。誰だかわかんないやついっぱいいたわ。うん、そう顔見てもピンとこないやつの方が多そうだよ、うん。向こうも思ってただろうな。こいつ誰だろう。うん、向こうもそうだろう。みんな結婚してるしな。そうそう、うん。担任の先生は覚えてたけど。あ、なんならなんなら生徒に最近不登校がいるんだけど、って俺に相談してきやがった。いや、不登校のやつに。不登校のやつに不登校の相談してて、不登校だ。相談したらあかんやろ。もしかしたら何か分かるかもしれないけどな。おめえらが一生懸命頑張って3年間行かなかったやつに何聞いてんだよ。いいな、同窓会してみたいな。楽しそうだよな。あ、普段とは違う刺激がありそうだわ。きょうちゃんなんかもう同窓会なかったらみんなやっぱネットのこと知ってそうや。ああ、まあでも俺いじめられてたからさ。なんで、理由は、理由は中学校いじめられてたから向こう俺。あ、いや、ね、なんみんなやめしかねえな。だからもう本当にいじめられ、中学校2年生1年生の時消しゴムのカス投げられてたし。消しゴムかいじめ。俺と向こうなんで向こう2年生だよね。俺と向こう不登校で京ちゃんいじめられてて、おじちゃんどうだったの中学。俺中学完全にあの、あ、多分ね、あ、俺もなんかうん、いじめられてたらしいんやけど、あ、気づかんだ。いや、なんか、うん、いつにか病院だったことがあるぐらいで。でもなんか誰やこれって言って終わってた。今、うん、俺多分相当あの空気読めやんだから、多分まあそんな感じになってたやろなって思う、今にしたら。それは、いじめられてたやろなって振り返るとな。でも当時は気づかんの。生配信で話した時みんなのリアクションで、あ、俺いじめられてたんやって、うん、そこで気づいた。だから割と最近それは。あ、エピソードトークをしてたら、いじめられてたよってことになったわけ。そうだな。まあ、うちも北海道だったからね、やっぱその雪合戦とかね、うん、なると、やっぱみんな雪玉投げ合ったりするんだけど、うん、俺の場合、中に血入ってたわ。なんて。その雪の中に石を入れて固めるんだ。それを当てられると。ちょっとこれ、笑ったあかんよな、これ。なんか、あの、めちゃくちゃ痛いんだから。あと、俺、サッカー部だったんだけど。そうそう、俺サッカー部だったんだけど、まあ、やっぱりその、ね、こんな見た目なんで、まあ、ゴールキーパーをやらせてもらってたんですけど、お前キーパーうまいなって言われて、ずっと顔面にボール当てられてたからね。お前キーパーうまいなって。そうだよ、ずーっとボール当てられてた。お前キーパーうまいなって。それもコントロールいいな。コントロールいいんだよ、先輩方みんな。そうだよ。ジョッカーに顔狙ってこそ。そう、ずっと顔狙われてて、すごいんだから。で、そんな、こんなことばっか続いてたから、同窓会は一度も呼ばれてないですね。ああ。しかも、唯一聞いた同窓会が中学校卒業してね、うん、高校1年生になって、うん、中学校の同窓会あるって言われて、早すぎやろって。それはそう。早すぎやろって。高1で中学卒業して高1で中学校の同窓会は、寂しくなっちゃった。早すぎやろって。もう、その早すぎのやつのすらも呼ばれてなかったから。あ、後で知ったのね。後で知った。それもなんかその後日知ったんだけど。そう。全然なかったわ。すごいな。俺もね、だからぼち30歳で会ったならぼちぼち俺とかモコも会ってもそうだよね、うん、同窓会ね。いや、同窓会確かに、うん、そろそろなんかありそうな気もするけど全然ないな。全然ない、ね。つながりとかあるの、モコ、その当時の人とかと、その当時学生時代。いや、実は社会人1年目ぐらいで23か4の時に1回だけ小学校のなんか同窓会みたいなんで、ほんと少人数で、東京におるやつ限定で、関西やったから出身が、うん。東京上京してるやつ限定で7人ぐらいでやったことはあってんけど、おなんかその時にそのまあ、ニコニコチャンネルとかでさ、ネットの収益がちょっとあってさ、
もうそれでなんか収入マウントみたいなの取ったったら、あのもう、二度とそっから呼ばれなくなった。いや、まあ、めっちゃ調子こいてる時期や。ちょっとちょっと。いやなんか仕事の話とかなるやん、どうしてもそれ今何やってんのみたいな。まあそうだね、うん。そうそう、その時二足のわらじ、そう。それ降ってきたやつが悪いわ。あれ最初すげえ入ってきたよな。え？何ですか？ニコニコのシャバッカの時さ、すんげえ入ってきたべあれ。え、すんごい入ってきた。あ、そうか、そうだね。トノもそうだもんね。すんげえ入ってきたもんね。だそこさ、何やろ。その時のお金どうしたんやろ。全部使った。全部使った。そうだよ、もうみんな多分知らないでしょ、その時のトノのことなんて。経済回さないといけないから、こっちは。そうだよ、トノだってコミケで DVD 出して買えなかった女の子目の前でシャッター閉まって泣き崩れてたんだよ。うわー、怖い、怖い、怖い。すごいよ、本当に。トノの DVD 買いたくて目の前で閉まったシャッターで泣き崩れるんだよ。そんな女なんの？ちなみにその DVD の列にゆゆうた並んでらしいからね。普通の。ゆゆうたが普通に、ファンで、普通に買ってたっていう。うん。いるんだから、すごいんだから、やっぱ。まあまあ、その時のやつは全身だからいないけどね。あ、そう。ね、一生押すとかね、まあ、言ってたしね。口だけやるな、本当に。いや、口だけじゃないんだって、バカ。え？死ぬまで応援しますって言ったってことは死んだんだって。あ、そうだ。なるほどね。そうだよ。なるほどね。そうか。死んでしまったんか。死んじろ、お前ら。絶対 PY だよ。だ死んだんだね。死んだんだね。しょうがないんだよ。なるほどね。知らないです。今もなお、じゃあ押してくれてきたまだ死んでないってこと、ね、まだ死んでない。何人か生きてる、何人か生きてる、まだ。なるほどね。うん、人はね、あるか寿命ってのが。ああ、そうだね。いつか死ぬもんやもんな。違う、いつか死ぬからな、ね。うん。そうだよ。そうだよ。一番死に近いからな。俺とどっこいぐらいだからな。まあ、そう、って死ぬか寿命で死ぬか。生きてたら、勝負してんだよ。生きてた。美容器か、美容器か、寿命か。どっちか、どっちが体現してるか。今日じゃん、今だいぶダイエットしてる。あ、まあまあそうだよ、ぼちぼち。あ、そうなの？そうそう、今もね、なんかね、なんかね、なんだっけ、なんか左腕に糖尿病の患者がつける機械をはめ込んでるんだって。さあもうメカになってるね。メカになってるか。フランキーみたいな感じか。わかんない。そう、なんか YouTube の企画でやってるんだけど、飯食ったら30分後に血糖値測れって言われて、でそのなんか120超えなければ何食っても飲んでもいいって言われて、でとりあえずその機械ぶっ刺した初日にピザ食ったら180超えて、それはダメだな。そうか、ピザダメなんだ。やっぱピザダメなんだなって言って、なんかでもその。いろいろ人によっては食べてもいいもの、うん、悪いものっていうのがあるらしいから、うん、なんかそれをチェックするっていう楽しみもあるんだけど、一回コーラ飲んだら俺コーラ120超えてなくて、意外と神じゃんって言ったら誰も信じてくれなかったの。いや、んなわけない。血糖値超えないわけがないから、もう一回言ったら150ぐらい超えてコーラ飲んなくなったみたいな。もうだからすぐ体に出るんや。うん、そう、実験してる今。え、な、インスリンとか売ってないの？あ、インスリンとかね、糖尿病じゃない。あ、そうか、そうか。あ、そうか。血糖値下げやなあかんと思って。うちの親父売ってたからさ。あ、そうそうなんや。そうそうそう。まだ、まだだから。まだだから。なるか。そのうちなるか。全然なってないから。そのうちなんか、すんごいもう、あ、痛いって、まず痛風なるから、きょうちゃん。そう、痛風。いや、だから俺も今ちょっとソロでダイヤ行こうとしてんねんけど、ダイヤ行った人と一緒にやってほしい。あ、やろやろ。なんか、一回プラニーぐらいまで行ってなかった？プラニー手前まで行ったけど、今だあの4に落ちたわらしいな。まあまあまあ、それをね、それを経てだから、俺もだってそれ同じことを前やったけど36時間かけて上がんなかったから、はい、寝ずに36時間寝ずに36時間かけてプラチナ、へえ、上がらなかったからな。マジか、やばい。でも、そんなにしも、インタビュー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 、インタそしてあと一チームにお話を伺っていきたいというふうに思いますが、予定ではチームウロボロスのメンバーですね。そしてどうなっていくでしょうか。うん、さあということで、まもなく準備を整えしたいですね。チームウロボロスの面々にお話を伺いたいと思います。それでは参りましょう。チームウロボロスの皆さん、
はい。元気。元気でーす。はい、元気でーす。すいませんでしたー。はい、僕のせいなんです。1戦目のマッチ遅れた。プレステ版のフォールガイズのアップデートがまだまだなんか終わらなくて、1戦目遅れて僕参加でき、申し訳ございませんでした。では謝罪会見から今からもう喋るのやめます。でもどう、今マッチ2は成績どうだったんですか？これ正直ちょっとポイントのシステムがよく分かってないんですけど、これってラウンドごとにポイントが増えていく感じなんですかね。生き残ったらその分、ラウンド3に残った時点で10ポイント付与です。あー、なるほど。3に残ればいいんか。うん、じゃあ2回勝てば OK ってこと。じゃあ2人とも入ってたんじゃない？おいちゃんと僕入ってたんじゃない？あ、そこそこ入ったわ。入った。お、あ、うん、じゃあ結構そのポイントとしてはもらえた方なんですか、我々の方は。そうですね。おのおの忙しいと思うんですけど、せめてルールは確認してきてください。そうですね、すいません。ごめんなさい。はい。すいませんでした。本当に、ガソクさん。はい。ガソクさん、チームの方いかがですか？はいはい、最高ですよ、それは。最高ですよ。最高。最高ですよ。地獄みたいなメンツなんでね。うん、はい。いつもサングラスかけてました。いや、ちょっと。皆さんに見られるということで、おしゃれをしました。めちゃめちゃ似合ってますよ。渋いな。ありがとうございます。プレがだからってことなんだろうな、多分な。おしゃれして いつもそういうお仕事をなさってるはずなんで。はい。モコさん。はい。どうですか。まあ、はい、マッチ2を終えてまだまだね、上を狙えると思うんですけれども、この後どう戦っていきたいですか。はい、この後はまあそうですね。まあちょっと4人ともしっかりね、なんか。ファイナルまで生き残ったりして大量ポイント獲得して、まあ、逆転優勝を狙いたいと思います。おお、うん、強い言葉が出ました。逆転優勝。はい、わかりました。ではきょうちゃんに改めて、はい、まあ、頑張りますというようなコメントをいただいて締めたいと思います。はい、ちょっと待って。どうぞ。4人で精一杯力を合わせて頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。頑張るぞ。はい、チームロボロスの皆さんでした。すいませんでした。ああ。ゆるいなぁ。いや、なんで俺怒られた？あれ、なんか、なぁ、言い方きつかったな。うん、まあぶっちゃけ運営が今日の朝の9時に連絡送ってきて、それまで一切送ってこないのが悪いと思ってるけどな、俺は。うん、ああ、大人だから言わなかったけどな。俺も言わなかったけどね、あそこでカウンターしたらめちゃくちゃ空気悪くなるし、今日の朝の9時に言われたって知らねえよっていう。いや、そうね、起きてねえよ。いや、まずいな、朝の9時に言われなかったら、ほんとごめん。来てました。あ、始まりました。あ、始まりました。危ない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 。あーし、あぶね、マジで。いいね。うん、何度か行きましたわ。ここ超えたってことはもうポイント入んだもんな。うん、レコットっすね、多分。うん、3ラウンド目で入る。うん、3ラウンド目だから。よしよしよし。俺と、きょうちゃんはもう応援団だからな。応援してくれ。ね、ルール確認しないと怒られちゃうから。どこで書いたんだろうな、ルール。ルールでも送られてないよね。送られてきた。今日の送られてない。今日の朝9時送られてきた。朝9時、うん、朝。あ、まあ朝起きてると思われてんやろうな。そうか。いや、配信者のことあんま分かってんだ、多分運営の人が。しょうがない。うん。普通のゴミやぞ。普通の。どっちが？俺らだろ。あ、俺らだ。あ、俺らからね。まあ。一般常識で測るなと。ほんまその通りや。もう不登校2人にいじめられっ子2人だからポジション。いい。あ、いいとこ、いいとこ見つけてるやん。まだまだいけるよ。いける。あ、いいね。その時間の時めっちゃいい、めっちゃいい。頑張れ。いい。うまい。うまい。ああ、そういう話だ。マジでうまい。え、そっち行くか、まずい。キープ。潰してな。これ下に降りてもいいな。うまい。ああ、そういう話だ。マジでうまい。
そっち行くかまずいかダメおしいまあ頑張った頑張った、まあ、あもうちょいやったな本当に、まあ、もうちょいやった今のなまたこいつ勝ってる空気読めようまいなこの人本当に同じやつかさっきと、うん、もうちょいうまいなマジでうまいうわ配信ページ URL は3月25日金曜までにディスコードに必ずお送りくださいって俺今日え俺さっき送ったぞもう送った人はいいんじゃない、うん、うん。大丈夫じゃんまあ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 え待ってでもこれ届いたんまあ別に一緒もう、うん、これもうクラウンえだってえこれ今日届いてるやんやっぱ3月25日までに送れって言って、うん、土曜日に届いてるやんこれまあ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 おえちゃんまあまあおえちゃんああごめんごめんごめんおえちゃんあすいませんでしたおえちゃんごめんごめんごめん大人だからそういう内部のことはダメだそうなんだ内部のことを言わないの配信でああごめんごめんなもう俺は全部罪かぶって嫉妬してくる申し訳ないでもなんか今今ちらっと本配信のそういったうんめちゃくちゃ荒れてる全然やろなんでか分からんけど変なの黄色の顔文字で表されてるわあえなんでねえ なんやろお前じゃん俺っすかこれいや俺っすかいやなんかお前の手勢だろ、これ。いや、違う違う。そんな俺、何も言うてないですよ、俺。お前、差し向けるなよ、軍を。差し向けるな、お前。光の民、光の民生かしてる、もしかして。軍勢。いや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 、ちょっともう、ここか語弊があります、ここそんな。ほんと、なんか、え、でもなんかグッてしてる顔文字やん、黄色の。ああ、そうか。あ、じゃあ、荒れてないんか、別にこれ。そのね、うん、俺の見間違えた。別に荒れてはなかった。うん、応援してる感じのグッてした。はいはい。文字やで。なんか俺の解釈がちょっと歪んでた。うん、なんかそうそう荒れてはない。普通に盛り上がってたわ。うんうん、それ言ったことによって、お前、軍隊。そっか。すいません。俺が触れちゃったからか。いや、そう。大丈夫、大丈夫。よし。ちょっとみんな、ね。うん。楽しもう。そやね。やっぱ、せっかくの大会やし。ああインタビュー、はい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 、びっくりしたわじゃあ最後は京一郎さんの言葉で締めましょうって俺一回の名前呼ばれようなことないあれ俺もあれってなんかもう今もうこの大会が終わってからじゃなくて今消されてんや俺って思ったもうなんかいやいや多分俺もこれ被害妄想なんやでさっきあのグの顔文字出した人でおえちゃんの番は一番最初に撮ったっていう認識だったよね。そういう認識あったよな。最初に喋ってきたもんな、俺。で、サングラスで、そう、サングラスで殿に触れて、で、母校にお話を振ったから、そういう順番やったんや。そう、最後に俺っていうことだったと思うよ。うん、あ、そうだよな。俺はそうよ。うんうん。いやまあまあ。まあまあまあ、全然。まあね、なんか喋ってよ。何の話しましょう。なんか。じゃあメルカリにうんこちゃんの引き出物が出た話する。出てた。ああそういえばそうだ。あれさ、あ誰やったの？俺と緑が一番になんか疑われたんだけど。なんで疑われるんですか、ダソンさんが。俺、金ねえからと、緑がただ、あいつ、やべえやつだからでしょ。でもなんか、サイズが M サイズだったみたいな。俺、ちなみに、間違えて黒人君の着物と入れ替わって持ってきちゃったら、俺のやつ XL だったんだ。俺でも L だったよ。俺が L サイズだったよ。いや、XL はないんやろな、そもそも。あれ、L サイズだったよ。でその話聞いて、いや、なんか、うん、のりちゃんとかも XL だったって話聞いたから、俺見たから、俺 L だった。じゃあ、ね、どっちにしろ着れねえからってことでしょうね。あだから、うん、レイカのちょっとデカめの寝巻きみたくなってるね、今。あ
俺や着れないやん。気持ち悪い。まあまあ、そういうことになる。いや家帰って開けたけど、いや俺これ着れんやん。後ろのあのね、嫁さんとうんこちゃんの顔ビーンってなって、オクレイマンみたいな。伸びて顔が、顔が伸びちゃって、オクレイマンみたいになっちゃってんだよ、もう。伸びに伸びて。実際のその現場っていうかその、うん、本当にあ配信で見てたけどどんな感じだったん？そうか、ああそう覚えてない、ね、やかったの、うん、僕は大仕事したからな、ね、いやー、うん、なんかそうなんかなんか京ちゃんが言ってるのに気づいたけど、うん、その何やろあれ始まる前にねもう机でなんか、うん、ずーっとこううつむいてたって聞いてもうそんなもう記憶になくて、ね、なんかスパチャの金額ずっと見てたみたいなの言われてなかった？いやなんかそう言われてたけどなんか、うん、な何も多分考えてなかったと思うなんかスパチャとかじゃなくて単純にどうしようって多分不安になってるやろうからピアノ弾くんでで話振ってたんやろうな。多分ね、そうやろな。うん、振ってくれたよ、多分。ええー、とこあるなぁ。でも、こう、すごかったよ、本当に。ピアノ弾くちょっと前に、うん、その、カンゲロが見つけて、うん、その、頭抱えてうつむいてるの見て。いや俺らその、モコがなんかをするよっていうのだけ聞いてたから、それでやっぱ緊張してんじゃないって話をして、その、チャンゲロが、キャチャンキャチャン。指さして向こうの方見たらもう頭抱えてもう下向いてそんなテンパってたんかもうなんかもうマジかもうなんかもう辛くなってるじゃんみたいなもう現実逃避してるやんあれっていやまあめちゃくちゃ緊張してたけどないやでもねバチッと来ましたからねめちゃくちゃ良かったよ本当にああいやまあ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 そのね、うん、もうそう言ってもらえてもうほんまにもうまあもうそれで救われてますわまあ本当に絶妙だった、うん、もうあこれは弾き語り、うん、なんか演奏なのかなって思ったの最初ああはいはいはいそうで演奏なんだなって思ったら歌が始まったあ歌なんだってなってあれおもろかったなそうめちゃくちゃ、ね、マジで歌もあった口笛までのあのそう伏線が神だったわでね歌入ってさそっちメインじゃないけどだからずっと飽きなかったんだよだいえモコ大丈夫かモコ大丈夫かで聞いたことのあるメロディー流れてうわうまってなって、うん、で歌ってでそのそれにちょっと耳が慣れてきたことぐらいのところにまた口笛が入ることによってさすがやなっていう最前列の飽きさせないよね本当に最前列の俺とチャンゲロですら口笛聞こえなかったからね本当に、うん、なんかマジ口尖ってんなぐらいの感じ口尖ってそうだなんかうっすら聞こえんなみたいなうっすら尖って弱々聞こえなかったでも向こうさんあれさはい、歌始まるところ急にピュエの難しくなるじゃん。なります。早くなるじゃん。はいはい、あれ普段より早かっただろう絶対あれ。あいややっぱちょっとテンポ早なんか無意識でなんかやっぱ速走ってましたね。すげえ走ってたと思って。余計難しくなってそうなんですよ。ほんまはもう絶対ミスないようにゆっくり弾こうって思ってたんですけどやっぱ始まったらもうね一気に走りました。一気にガってなっちゃいました。難易度爆上がりしてんなと思ってめっちゃびっくりしたあの急にすげえうめえと思ってそういやーねあれまあねまあほんまにねいやいやまあねよかったですいや本当によかったあでもさ俺絶対ないの分かってたんだけどさあの歌あったじゃんはいはいもう一人いますって言った時にさ事前に言われてもないし、はいさすがにこういうとこで無茶ぶりはしてこないだろうと思ったんだけど、その時言葉聞いた瞬間に心臓バクーンって言って。いや、まあ全然ありえますもんね、そのワンちゃん。怖えの頼むって言ってたら、ちゃんとした人が出てきてよかった。ちゃんと。あたぎさんが歌ったやつやんな。ちゃんとした人。マジでビクついた、あの時。レモン。それではレモンみたいな言われたらマジでおしやばかったわあそれ確かに打足さんですねその流れやったらうん超怖かったうーん京ちゃんすごいなよえてか京ちゃんさ今日今あの公式で京ちゃん映ってるよこれえ公式に京ちゃん出てるけど今喋ってる京ちゃんと別の京ちゃんこれなんかフォールガイズクイズみたいなやってる。ああ、そうそうそう。ああ、そうや、なんか出てたんな。そうそうそう。これが俺がみんなが断って出ると思って、うん、みんな出ると思ったのに全員が断って俺だけチーム代表として出されてあれあれってなったね。
正直断っちゃったわ。俺も断っちゃった。起きれやんかと思って。本当に。これ収録が昼やったもんな、これって。いや、そうよ。ゴリゴリのドヒル。ゴリゴリ。なんか有名な VTuber おるやん。誰いや、もうなんか。この不安、不安みやさんやったっけ。この人めっちゃ有名やん。あと左の二次三次の人も。あ、女女も男もこれ多分結構有名やで、大手やで。へぇ。よ、知ってんな。なんでそんな詳しいの。いや、詳しくない。知ってるやろ。知ってるやろ、この二人は。いや、俺知らんだ。誰え、マジで誰、うん、二次三次のだいぶ、ね、重鎮的な方々でしょ。そうなんだ。こんな人も出てんの。こちらだって誰も知らんでしょ、だって。俺、炎上した V しかわかんねえ。そんなことも知らなかったでしょ、だって。いや、俺知ってたよ。あの、打足ゲロで、なんかあの、なんかやるみたいな、ニコニコの時から知ってるよ、ちゃんと。それは知ってんだ。そう。で、俺はその時、やっぱひねくれてたから、本当に申し訳ないけど、歌い手とか、女転がしてモテやがって気に食わねえと思ってて、最初そう思ってたけど、その打足さんと実際番組で共演して、あ、こういう人なんやなって。俺、そのイメージ全然変わって、歌い手のイメージめっちゃ良くなってるもん、今。俺だって今付き合いがあるやつ全員俺のことディスってたやつだからね。いやいや、僕はディスってないですよ。いや全員。いや、うんこちゃん筆頭に歌い手がよってて、ゲーム実況者と歌い手ってもともとやっぱりちょっとなんかライバル意識じゃないけど相性悪かったっていうか、なんかこう交わるんだよな。まあ、いや、もうめちゃめちゃ俺敵対視してた、正直。するよね、やっぱ。うん、だったね。俺なんかもう、なくもう、モコとなんか歌声似てるって言われてさ、俺の動画にずっとモコの顔文字大量に流れてきてさ。あったなぁ。でも、だいぶ前に俺、そうだ、ディスコードでさ、モコにさ、はい、なんかめっちゃ生なんか言われるから、今度コラボしようよって言って。あー、めっちゃ前じゃないですか、それ。まだ返事来ない。それ、もう4年前とかじゃないですか。もう4年経ってる。あと6分。風呂木。このクイズ番組はじゃああと6分ぐらいで終わるってことか。今、第4問や。きょうちゃん30ポイントも取ってるやん。同率1位や。ネタバレしてやる、俺これ優勝したよ。まだやってる。まだ4問目。優勝したよじゃない。ね。さっき聞いたけど、それは。ネタバレしてもらう。なんだクイズ。マジで凄ない。ねえ、フォールガイズにめっちゃ精通してるやん。いやいや、これ見てれば分かるんだけど、後半何も関係ないの、マジで。あんまフォールガイズ関係ないの。そうなん。結構なんか全然知らないような問題だった。もう大配信で京一郎が優勝ですってめっちゃ流れてるの。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。今、接点だから、30ポイントで。今、ちょうど30対30で接点だから、ちょっと。もう、大接点だよ、これ。誰かかすんだろうみたいになってるよ、今、これ。これ、何もあんの、大丈夫かよ。おい勘弁して、誰だよこんなコメント流してるやつ。絶対モコンドル、絶対モコンドル。スパイおるやん。お前今コメント見たけど、鉄塔さんナイスとか書いてもう一人の人たちがいるのお前。収録した動画にコメントして応援してる人おんのに。今日一度言いましょうって。鉄塔さんかわいそう。かわいそうしながら待ってる。応援しとるやん。あかん、それは。みんな応援してんのよ、最低。みんな応援してんのに。純粋な人たちがもう見てたのに、これみんな荒らして、ちなみにまだ30対30なのよ。めっちゃ30対30。ここだけにしとけばいいのに。謝らなあかんわ、すいませんでした。いや、言ったの京ちゃんだけどな。もうチームの責任で謝ります。すいません。
ごめん、自分の罪軽くしようとしてた。好感度、俺がかぶるっつって好感度上げとした。ポルンガ対京一郎、どっちが勝つんだね。いやこれ誰が勝つんだこれ。あ、若い割れたよ。2と4で。2と4だ。おっ、2、京ちゃんだけじゃん。俺だけだな、2。2、京ちゃんだけだ。これやばいよ。マジで。4多いもん、ほら。ね、明らかに4と1が多いね。これで京ちゃんだったらすごいぞ。これ30ポイントで。ね。すごっ。どうなんにゃ。これが目の前に落ちてくんのか、ペンギンは。譲ってもらったね。あれ？じゃあこのクイズまだまだ続くぞ。あ、じゃあ譲ってもらえ、自力で見つける、譲ってもらえずやんな、京ちゃん。うん。あ、並んだよ。さらに並んだ、30ポイント。さらに並んだ。うわ。みんな並んでるやん。すげえ。サブスク1、2、3、4、4人いる、4人いるよ。やべえや。京ちゃんピンチ、京ちゃんピンチ。頑張れ頑張れ。俺？ちょっとめちゃくちゃ熱いしになって。うん。これ予想できねえな、誰が勝つか。どうすんだこれ。あ、こっからどうやって勝つの、京ちゃん。どうするこれ、どうなる、こっからこっからどうなる。だいぶまずいぞ。これ多分ね、誰も予想できないから、うん、お、間もなくかな。次マップ変わるみたいだね。あ、そうなんや。あー、マップ変わる。続きはまたなのかな、これもしかしたらめっちゃ引っ張る企画やってんこれ。ちょっとまためちゃくちゃこれ言っちゃったけど言っちゃまだあげるじゃん。まだ続くの。まだわからんよ。まだわからんよ。ポイントどうなってる、ポイント。見て。ポイント。いや、もう30ポイントで見てるな。あ、でも今日の正解って40ポイントやん。ね、みんな40が今4人いるから。まだわからん。そうだよ。うわぁ、おぉ。40が4人いるから。うん、まあ、これはわからん。わからんよな。わかんないでしょ。まだ現状わからん。わかんないでしょ。俺この大会潰しに来たな、これは。潰しに行ってない。いや全然潰してないよ。デストロイじゃん。全然潰してない。突破してはもう、はい、これで、はい、これで俺のこと優勝って言ったバカども、本当にバカどもが、え、まさかの、え、まさかバカども、あれバカども、あ、釣りか、ブラフッコとか、バカどもがよ、お、まさかのバカどもが、これはバカどもが、あ、このな、まあ確かにコメント欄で言うてさ、もんね、コメント欄で何が急に優勝、バカどもがよ、さすがに言わないよと、あれバカども、これは本当に引っ掛けやったんか、焦ってこうやって言ってんのか、どっちや。この放送を見てればわかる、これ。うん。うん。一生懸命いいがバカどもがや。ちなみに俺、うん、あの時から始まってたのか、あのブラフは、京ちゃん。どの時だ？俺、配信始まる前に、うん、優勝したって聞いたけど。そうだよ。だから見てればわかるよ。これちゃんと配信見てれば。ちょっと、それはなんかガチっぽく聞こえるんですけど、裏で言ってたんですよね。配信を見てればわかるよ。そうだ。ああ、俺も騙されてたってこと？いや違う。そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。そういう意味。あ、なるほど。あ、でも可能性としてはね、うん、あれじゃん、うん、同率もある。ああ、まだもう4人優勝みたいなこともあるじゃないですか。まあ、別にありえるわな。鉄道さんも優勝してるかもしれないってことだもんな、まだ、うん。そうだよ。じゃあまだ、あれか、わかんないな。だね。うん。いや、多分もう4人優勝で終わってるんよ、これも。
え？もう終わりなんかこれ。ここで終わりなのよ。終わり。4人優勝で終わってんねこれだから。あ、これさラストの問題。そう。終わってる。終わってるこれで。ああちゃんと終わったよ。よかった。俺これ番組後半に続いててまたやるんかと思ってたね。俺もそうやと思った。これで終わってんねだから。それで4人優勝でおめでとうございますって言って同率、うん、同率優勝おめでとうございますって言う。そういうことか。そういうことだね。あ、そうやよ、勝てばな。8人中4人優勝なのね。そう、だからさっきのあの競ってた時はポイントを調整すると8人中8人優勝になったんだよ。あ、なるほど。そう。なあ、ちょっと俺ら50点ってよ。俺らちょっとビリじゃねえぞ。え、俺ら2位やん。え、違う。え、これ9位だ。もうこう、もうこうとなって、おえちゃんめちゃくちゃ順位上げてくれてるもん。ただ、8位と9位の差がとてつもねえんだけど。ね、確かに。100万円はどうなんやこれ。えげつない差ついてんだけど。勝てねえな。辞退したらダメなんか。いや、1位、下水か。280?200? なんだそれ。1位のやつら全部最終まで残ってたんじゃないほとんど。こいつらのためにかき集められたみたいになってね、俺ら。まあなんか前回もなんかすごいなんかそのクイズですかするとなんか、うん、下水化チームっていうのが前回もあったらしいよ。なんかめちゃくちゃ強かった。ああ、下水化チーム。あともう3時間やる意味ねえじゃん、こんなんじゃ。なんか、うん。ね、まあいいや、言わないとこ。うんうん、これそうだ、ね、なんて言おうとしたんですか。いや、なんて言おうとしたの。いや、賞金があるのにこういう賞金があるのにこういうバランスの大会はどうなんですかねって思いました。すいません。間違いない、間違いない、全力で支持する。それ、そう、正論だと思います本当に。正論ですよ。組まされた段階で思ってたもん。確かにおかしい。勝てるわけないやんこのチームでって。こんな下手くそなジジイとデビューつけて、うちらはやってんのかよって。うちは練習もしないでさ、ノーノーとやってたから別にしょうがないじゃん、勝てない。いや、まあ、他との差がね。まあまあそうやな。確かに。ほんまやわ。うん。クレーム入れましょう。ねえ。俺らクレーム入れなくてももう呼ばれねえから大丈夫だよ。配信中に司会者にも怒られるし、多分裏でも怒られる。多分この運営さんも多分怒られる。すいませんでした。もう巻き込み事故みんな。だって冷静に考えたらこれ ソニーの案件ですもんね。そうだよ。すごい。すごい。ソニーは怒らせたらあかんよ。ソニーさんすごいところでね。うん、プレステーション作ってる会社、なんか室さんもうソニー信者だから、ソニーのプレステ5やったかの、なんか案件受けてなかったっけ、うん、ああなんか一回そう、そうや、ウームのスタジオ借りて一回なんかやったわ、ソニーさんの、ソニーのやったから、やりましたね。いいですね。はい、いつもお世話になってますソニーです。俺もあの電化製品は基本ソニーですし、あのカメラはすべてソニーの α7 というね、はい、あ、本当にソニー信者なんですね。あのちなみにこれカメラだけで全部100万以上はかかってますね。そんなにするんですかカメラって。カメラの本体とレンズがね、1個10万とかするんだよ。あ、そっか、レンズか。広角レンズみたいな、なんかそういう性能がいいやつですか。そうですよ。種類もいろいろ何種類か売ってるからね。結構買ってますよ、ソニーさん。もう今さらこびても遅い気がするんですけど、さすがだな。俺の大好きなね、マーベルのヒーロースパイダーマンもソニーさんですから。イエス。いやー、ソニーさん最高ですよ。ソニーさん、そうですよ。あ、おいちゃんは、おいちゃんは、おいちゃんはなんかある。何持ってる、ソニー。いや、ソニー、ソニーの何持ってる。でもなんかあるだろ、世界のソニーだぞ。そうだよ。あのでも、あの三重県って世界の亀山があるとこで、あの工場がある。あのでもソニーなんかな、ソニーってすごいよな。あの電池とかソニーやったと思う、なんか、うん、もうおやちゃん今何でやってる。あ、俺ね、プレステ4で、あのこれソニーのプレステ4でやってる。いいね。そう、あとワンダと巨像もやりました、ソニーが作ってる。最近一気にやって15時間でクリアしておもろかったわ。
配信の伸びはそんなにやったけど、本当に楽しくやってた。やってた。またこういうシリーズやりたいなと思ってる。ソニーのゲームでええのよ。あ、始まった。始まった。よしよしよし。じゃあ、全力尽くそう。よし、頑張ろう。いや、これさ、なんとは言わないよ。これ以外の操作方法あるじゃん、別のやつで。やべえ、俺、視点移動がさ、慣れなすぎて。カメラのデーモン出た、カメラのデーモン。カメラデーモンだった。カメラデーモン出た、カメラデーモン。いつもの感じで、やっぱできないね。あれモコさんおるこれ。おお、まだ生きてる、まだ生きてる。ああ、しないしないしないし。なんかめっちゃ悪い。ダソクさん、なんかどういうこと、ここコントローラー、うん、だからそのね、コントローラー以外の操作方法のやつのパターンのやつもあるじゃん、言わないけど。あっ、おた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 た。お茶持ちだよ。おかしい。だからもこさんだけ。いや、静かに落ちないでよ。エースなんだから、うちのうちのエース。ただの工作だけやろうやったわ。だからやっぱちょっと勝手が違うねんな。いやいや、おえちゃん、本当に石田さんみたいな。やめよそれは。おえちゃん、本当に頑張れ。これ、ね、時間制限ありやから、まあもう何とか1分間逃げ切れば。そうそうそう。え、サイの数増えてへん、これ4匹になってへん。3人、3人。あーあー、すいません。場外ホームランされました。飛んでた。綺麗に飛んでた。あー、くそ、マジか。ここ得意やったんけどな、俺。うわー、悔しい、マジで。フェイトステイナイト見よう。うわー、悔しい。まあでも一人勝ち残ってもどうせチャンピオンとやんし、優勝できないし。あれフェイトステイナーといない、落ちたんだ。あ、落ちた。ああ、マジか、うん、やっぱりめっちゃ落ちてんねん。めちゃくちゃ減った。すげえ落ちてるやん。え、これマップ変わりますって言ったってことは、もう一回ここやらされるのか。またことやろな。やらされる。やりたくないみたいな。やらされるんだ。やばすぎだろ。お前やらされるんだろうね。いや、その、いや、あるや、その、もうちょっと優しいマップあるじゃん。俺、あの、なんだっけ、扉開けるやつ、好きだよ。扉開けるやつ。あの、初期のやつや。一番最初の。あれ好きなんよな。あれだったらいいんだけど。確かに、そういうマップの方が良かったよな。でもだって3回戦目でこんなに人数減ってるって、これ、うん、ステージの選び方ちょっと、いや多分今のステージやったことない人多かったと思うわ。うん、まあ、正直、うん、なんだろうな。あ、これもなんかステージ難しいでな。うん、だからこれ運営の人がね、うん、もうモゴはお前ちょっとこの後焼肉行けば、はい、あ、行きましょう行きましょう。俺肉食いたいです、うん、肉食いたい、肉行きたいです。うん、腹減ってきた。終わったらそこ焼き肉行こう。もうなんなら今から食べちゃう。なんか昨日スタルがなんか焼き肉の配信しててめっちゃ肉食いたくなっちゃったね。ああ、してましたね、なんか、うん、うわー、その焼き肉とかいいからほんまに腹減ってきた。俺もちょっとその辺住もっか。もうこさんち空いてるね。俺んちはな、まあちょっとギリ空いてないから な。まあでも月3万で済ませてほしかったんやけど。格安すぎるだろ、3万で。俺家に月3万やで。食費、光熱費込み全部込み込み。あ、今年から1月から光熱費払うようにした。別で、ベッド。もう、まあ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 、まあ、ちゃんとじゃあ振り込んでんねやな、実家に。今入れてるわ。もう偉い。俺なんかこの前うちの親からなんか困ってないっつって5万円送られた。仕送りもらってんの。やめて。仕送りもらわないで。返したよ、大丈夫だよ。ほんまに言ってますそれ。いや、きついって。45歳の仕送りは返しますよ。おい、河村伝説できてない、一個。河村伝説。
なんかなんか後ろや保険の外交員やってるからでっかい多分客取れたんだろうね。あ、ボーナス的なね。ああ、はいはい。ちょっと面白すぎるわ、それ、河村伝説。もうなんかこの前、実家帰ったんだけどさ、その時なんで受け取んないのとか言われたんだけど、大丈夫だから気にしないです。もうあんたが受け取んないから自分のために使ったわよって言われて。そうして本当に。本当にそうして。ずるいなぁ。河村伝説いっぱいあるからな、ね、すごいなぁ、びっくりしたもん。すごい、トノと一緒にジム配信してた時ね、トノ久々に出待ちあったって言ったこの、はいはい、なんか久々になんかめちゃくちゃウキウキでトノがジムの店入ってきたの、うん、でどうしたのと、いやいや今日人生初の職質されてみたいな、うん、しかもなんか出待ちの子もいて、そう出待ちの子もいてみたいな、うん、でなんかこれ差し入れですって言ってもらってなんかあの物の他になんかに握り拳握っててくしゃくしゃになった千円札渡されそうになって普段のトノの配信見てるからね、やっぱ普段のでそのアウル君のアウル君の餌でも買ってくださいってね、餌だったらね、アウル君スパチャだからね受け取りやすいんだけど、さすがにリアルでくしゃくしゃの千円札受け取れんって言って あ受け取んなかったんすかそれ、えらい、受け取んなかったね、さすがに現金はどうかなと思ってそれはちょっとあの打足さん、あの犬飼い始めたら結構最近っすよね。最近だよ、うん、もう数ヶ月前の話よ。数ヶ月前の話くしゃくしゃの千円札は断ったってそれそうそう、なんかオロナミン C とかくれたんだけどね、あのちょっと待って、あの画面決勝戦2人なんやけど、決勝戦か次分からんけど、ちょっとえ今の最後じゃないんや。うん違う、あマジでこれやばい、これ明らかバランスミスってるやろマジでバグとかないから、あ早かったなあ、意外と意外とあっさり、あでも1位の方が勝ったのこれ、そう、なんかうわぁ、強いなぁ、そのやからもね、キラキラしてるもんね、これ強っ、うんうん、確かにこお前出しづらいな、いや確かにな、チーム名だって同じ理由でさ、だって正直、うん、なんか勝手に決めたらまずいかなと思ってアンケートでもギリギリで答えたと思ったけど、うん、うん、あのなんか誰かリーダーの方がいいのかなと思ってずっと待ってたわ俺、ああ、ウルボロス、ウルボロスって、ウルボロス。ごめん、なんか、そう、なんか、チーム名がこのままやとね、何やったっけ、チーム6になってた。そうそう。デフォルトの番号にされそうやったから。さすがにまずいな。脅迫文みたいな感じで来たな、このままだと、今日、本日の17時までになんか お振り込みしていただかないと、チーム6になりますみたいな、なんか詐欺のメール連絡みたいなの来てさ。でもお子さんが出典聞かせてチームウロボロスでお願いしますって言うてくれた、あれ助かったわ、あれつけさせてもらいました、助かった助かった、いや助かった助かった、あーいやよかったよかったよかった、ネーミングはさすが真夜中のカラスってつけるだけあるの、ね、いやあれは自分で考えたじゃないですよ、あれはなんかでもなんか変な COD のなんかな別なんだっけ、まあもうええわ、デフォルトネームやったんだ、そう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 、うんそうかっけえなと思ってたんだけど、いやーいやまあね、ウロボロスで、うん、ウロボロスってちなみに何なの？ウロボロスはまあなんかヘビじゃない、ヘビがまあなんか リンネみたいな、ヘビが自分の尻尾をこう食ってる様子で、うんうんうん、なんていうか概念というか、まあちょっと俺もうまく説明できへんねんけど、めっちゃ難しいこと言うじゃん、そこでかっこいいじゃん、うん、まあそうなんか結構かっこいい、そういうことを言うらしい。蛇が自分の尻尾食ってずっと輪廻繰り返していく様子を表す言葉をウロボロスっていう。打足が自分のケツ舐めてる。ウロボロスってことか。ウロボロス、ウロボロス。俺もウロボロスできるってことね。打足、そうだ。ワンチャンできるかもしれないですね。頑張れば俺もウロボロスできるわけ、ね。ちょっと、ね、輪っかになればいいんだよ、それで。いや、今度、銭湯行ったら、キヨちゃんに見せろ。ウロボロスそうほど笑うわ。うん、その見て見て、うん、その風呂出禁になってもいいから、大声で笑うわ。ガッハッハッつって。誰よりも笑ってあげろ、俺が。そんなの見たら。見てーってね。体の構造どんなのかよ、そんな。
反りすぎてるよ、だってもうそんな反りすぎて丸になってるもん。いいな雑談ね。でも俺もゲームしながら雑談するタイプやでな。なんか雑談だけってあんましあんな。いや、ゲームしながら雑談できるのがすごいよ。すごい、マジで本当にすごい、マジでむずい。うん、もうなんか集中すると口とがらしてなんかずーっと無言になっちゃうもん。俺もアホみたいな口開けてずーっとだから、ね。アホみたいな口開けて。もうやっぱこっちの視聴者もだいぶ末期だから口開けてんの可愛いねって言い出すから、ね。やぶさかではないみたいな、みんなもなんか来た来た来たってやっぱお前は口開けてる時が強えよっつって。集中するとな。集中すると。かねえな。俺なんかもうワイプ動かない動かないって言って植物植物って言われてさ、一回さ結構前に俺ワイプの画面静止画にしてやったんだよ。おう5分ぐらい誰も気づかなかった。嘘でしょと思って。いやずるいなそのエピソード。どんだけ動かんねん。いやいやそれいいね、それやってそれいいな、定期的にやってほしいわ。ここ気になるですって言っていきなり実はこの配信中に静止画に変えたんですけど、果たして私は何分静止画に変えてたでしょうかってやる。オッケー、オッケー、賭博やってほしい、賭博。めちゃくちゃおもろいやん。ワイプいらねえだろうと思って。いやでも偉いよね、今日え、京ちゃんもダゾクさんもあれやろ、うん、ワイプつけてんやろ、うん、つけてるね。配信のたんびにワイプつけるのってめんどくさくない、うん、いやいやもう俺みたいなやつはもうなんかあれよ、もうなんかもう、うん、こんなもう突っ込んでくださいみたいな素材してるやん、もう京ちゃんわかりやすいよね。なるほど、そうか。え、うん、でもダソクさんもつけてるやろ。俺なんかちょっとカッコつけようって思うんか、そういうワイプつけるときって髪の毛セットしてちょっとしたりするもん、先に。しないしない。ヒゲとか化粧水つけてるわ。あ、それがいいんや、やっぱ。いやでもさ、俺さ、そんなにいっぱい喋るタイプじゃないからさ、うん、その、うん、ワイプつけてたらこう身振り手振りとかつくから、うん、なしよりはいいだろうって思って始めたのに植物って言われてんだよ。じゃあどうしろっつうんだよ。植物そうだな。いい、ちょっとでも動きが伝わりやすいようにって言ってカメラを使ったのにね。そうそうそう、うん、そうなのよ。でも実際ダソクさんなんかそのジェスターとかしないっすよね、うん、こう喋ってる時に動かなさそう、うんうん、でもマジで1回だけ、うん、これカメラ止まってんのかなって思ったことあるもん。自分で自分で動かなすぎて、うん、なんか一応さ自分の画面も表示してるんだけど、もう一瞬あれと思って調べてあれって動いたことで、ああ大丈夫だわ。あ、なるほどね、こうパッて見た時にね、あ動いてるて横目でさずっと見えてるから、はいはい、自分が、はいはい、静止画なんじゃないかってね。いやだからそれ言ったら俺も別にね、俺はワイプじゃないけど、うん、普通にゲームしてて、うん、深夜帯ね、まと、ね、ゲームしてて普通にバーってやってて、視聴者にバーって問いかけても、うん、あの一切コメント返ってこないから、あ、なんか配信固まったのかなって思っても、あ、配信ついてるやって言って、もうコメント7分間止まんのよ、やっぱり。マジで止まるよな。マジで止まるのよ、ビタッ。俺5000人でも止まったことあるから。5000人でもコメントなら止まるから。すごいのよ、今日。すごいのよ、ね、本当に。心に来るな。これもうすっごい虚しかったよ。なんか言って反応返ってこなくて、 OBS 見た時に、あ、なんだ配信ついてるのか。あ、別にバグってないんだなって。なるほどな。まあコメント止まんね、なんかね、エラーで終わってんのかなって思うもんね。そうだから、追い打ちかけんね、おいおいおいって言って初めてしたら、うん、あ、裏行ってたわみたいな。そう言われて、おい、お前ちゃんと見とけよーって、あ、すまんすまんって言ってまた止まるから、うん、あれすごいのよマジで。え、そのコメント止まったらどういう話をすんの。いや、仕方すんのよ。だから止まんねん、もう俺も話さないから。ああ、そうなんや。言わなすぎて、やっぱコメントがもうえっかってなっちゃうんですよ。ああ。
いやなんか雑談とかしてたらね、なんかそのいろいろね、次のエピソードとかなんか一つのワードでこう芋づる式にこうつなげていけるんだけど、ゲームしてるとそっちに俺が意識しいっちゃうから、うん、ああそうかそうかそうか、そうその話よりもどうしてもそっちの方に意識いっちゃうから、ああそうなるほど。うちのコメントとかエーペックスやってると俺ともゲームもやさあ、オールガイズな、オールガイズやった時ね、オールガイズやった時ね、オールガイズな、フォールガイズやってるとさ、フォールガイズな、フォールガイズな、確認、フォールガイズやね、オッケーオッケーオッケー、フォールガイズな、やってるとさ、俺とも関係ないし、フォールガイズとも関係ない会話ずーっとされてる。コメントが慣れやってんのか。ここで何、なんだろう、関係ないな、俺、みたいな。わかる。その疎外感めっちゃあるよな、あれな。あー、雑談ね、し始める。俺も今のプレイ見てなかったな。あー、めっちゃわかるわ。めちゃくちゃわかる。めっちゃわかる。一回それで切れたらコメント止まったもん。切れちゃった。いつも止まってるやん。いつも止まってる。うん。それで、あもうまたこれだよ、無理だったよ、やっぱこれなんや、もうごめんってこれ、次サイが待ってるぞこれ、いやこれむずいで、いやマジでマジで頑張りたい、ちょっと本当に頑張りたい、これ残りましょう、頑張ろう、これ、おえちゃん絶対ついてこ、これおえちゃん絶対ついてこ、でも俺さっきこれ落ちてるからな、いやおえちゃんにまずついてこ、おえちゃんにまずついてこ、いい感じ、ちょっとふわふわしてる、すでにちょっと落ちそうやった、切り替えないと危ない危ない、ちょっと待ってって。あぶれ。あ、ちょっと待って。うわ、もうおえちゃんについてたら落ちた。落ちた。おえちゃんについてたら、落ちたもん。俺ギリギリやったもん。もうまあ。ああ、マジか。やべ。あかん、ちょっと待って。これワンちゃんもしかしてこれモコだけかもしれないこれ。いや、俺生きるよ。まだ大丈夫。で、俺も。黙って落ちてねえから。きょうちゃんは？俺本当に死んだ。俺トムより先に死んだ。クソ下手くそマジで。ちなみに確か死んだも言うたら赤のちゃんだったから。なんか NG ワードみたいな。ワードみたいな。全部載せしたなこれ。あやばいやばい。あぶね。あぶね。事前に言わないでのやつ多分コンプしたぞ。ごめんなさい。あと何言うたらあかんねやっけ。ちょい。あと言っちゃいけないやつちょっと今見るね。PDF で。PDF で一回見るね、一回 PDF。まだある？よしよし。ごめんね。多分全部いったと思う。あ、危ない！危ない！ノルマ、ノルマ、これね。こいつ、早く落ちろや！本当に終わる。PDF で。ちょっと、あー、なるほどね。他社製品の話。他社製品？はいはい、一個いったね。うん。で、他社の、もちろんその、ハードもそうだし、ゲームの話もそう。はいはい。うん。ね、だからその今言ったデッドワードみたいなのももう言ってないよっていうのと、まあそうだ、あとまあもう、あ、1個出てないわ、1個出てない、あ、セーフセーフ、じゃあ大丈夫、何やった、いやいや、あっしゃー、あぶね、じゃあ最後までみんな残ってるやん、すげえ、これタイムオーバーやこれ、うん、落ちるやつおるよこれで、うん、2人落ちた、あの12人落ちたらしいけど、うちのチーム2人排出してるからすごいよ。いやー難しいなぁ。難しいゲームだなぁ。本当に難しいゲームだよ。いいゲームだな、やっぱやりがいがあるわ。終わりちゃったな、これ。誰も脱落しやんだんちゃうか、誰もしないから。よかったよかった。役立った役立った、あ、いや、うん、だいぶ助かりました。うん、あ、よかった。誰も落ちてんやん。減らんな。減らないなぁ。一応ね、ポイントは入るんか。まあそうやね。3回戦目で。でも残ってる数が多いチームのがそれ有利やんな。まあ、え、もう決勝戦バカな。41人。俺こんなん初めて見てんけど。これなんかバグってん。運営早く終わりたいとか思ってねえか、これ。もう。これジャンプしない方がいい。絶対走って自分の足場を確保するってした方がいいぞ、多いから。オッケー。これきつい。え、なんか、一箇所に二人ぐらいおらん。本当だ。重なってる。お前や。融合してる。
やばっ。えぐい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 ってこんなの。あかもう、もう死にそう。大丈夫。それさ、下も結構やられてるから、下見とかないとやばいよな。いや、下、そうそう、下見とかない。一気に。一気に。落ちてしまうよね。2段ぐらい一気にいってまう、これ。ちょっと待ってや。きっちょっと待ってよ。あかもう最下層や、これ。やばい。ナイス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 ほんとしゅうげえだよ。なーこれこれ朝の何俺9時からなんか言われてなほんまいなかっただろ。まあそうなんですけどすいませんでした。あ次でラスト、いや次ラストっすか。次がラストだね。うわでもあの人数追って勝てるってほんとにすげえな。いやもうあの人ほんまにうまいんやろ。マジでうまいんやろ。勝てるわけねえやろ。あれじゃあほぼ運ゲーやったもんだって。運ゲーやな。でもほぼ俺勝つ。俺結構最後まで残ったで。いやあれマジほんとにギリギリだったかと思ったもん。ギリ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 やった。落ちる前に終わった感じしたもん。うわー悔しい。マジでワンチャンあったやんけ今の。勝ったかと思ったわ。いや全然勝ったと思って俺も普通に、ね、いや俺も勝ったと思った。いや惜しかった。紙一重やったか。ちくしょう。いや悔しい。いやどの俺たちちょっと頑張ろう。ちょっと1回戦残りてマジで。マジで本当に確かに。マジで本当に俺と京ちゃんただゲームしてない。俺一番最初だけだよ。1回戦のことのしかも配信してないっていうね。配信してない。配信してなくて本当にやばい。もうこうみおえちゃんいなくて。そうこの子モコが落ちて俺だけ1回戦上がった一番最初だけ。まあ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 でもほらあるじゃん俺ないからねそれすら。やばいやばいやばい。まずいぞまずいぞ。ちょっとそうね、ダスオクさんの初勝利とね、今日ちょっと1回戦勝とう、ね、頑張ろう頑張ろう。やばいよ叩かれる。一緒に頑張ろうとのマジで。俺のことあんま知らないやつが叩きに来る怖い。大丈夫大丈夫。叩きに来るような奴らはみんな友のこと知ってるから。その通り、うん、基本的には、うん、優しいからジジイには優しいから、うん、優しくねえやつ多いぞ。いやいやそんなことねえ。辛辣なやつ結構いるぞ。言ってるやつ大概1人か2人だからそういうやつって、うん、聞いてるぞ俺いつも。聞いてる。焼肉なすか。腹減った。サムギョプサル。サムギョプサル。ありだね。ああ、サムギョプサルとか一枚は。やっぱり血糖値上がっちゃうから俺。あんまり。サムギョプサルは大丈夫。肉大丈夫。野菜で血糖値上がったらもう済んでるぞ。いや、朝測ったら俺、血糖値69って言って逆になんか危険信号出たんです。低すぎって。低すぎ。低すぎ。なんか食えってなんか血糖値上げてこうってなった。警告でした。慌ててチョコレート1個食べたわ、パクッて。チョコレートチョコレートパクってくれたら130になった。ポン。吸収力すげえな。ふざけた体してる、俺の体。本当に。でもやっぱ体質なんやろな。才能なんだよな、もはや。あれじゃコーラに打ち勝ってるんだもんね。いやでも今1勝1敗だね。1回勝って1回負けてる。あマジ。あ、うん、負けたんだ1回。1回負けた。ああそうなんや、うん、1回は全然120超えなくて、え俺無限コーラ飲み放題やんと思ったんだけど、2回目やったら負けた。あ、まあ、まだ1勝1敗で引き分けてる。タイミング次第だなそれ。じゃあピザだけは本当にダメ。一撃180。他にこんな数字出てない。180って絶対人体に影響出てるよな。だからね、ピザって本当にすごいよ、マジで。うん、みんなが思ってる以上に、
ピザってすごい、いろんなの食べてきたんだけど、うん、結構お米食ってみたりとか、まあそれこそなんか、うん、何うどんとか麺類パスタとか、あ麺類も唐揚げとか食べてるんだけど、もうピザがもう比べ物なんないね、マジで。だから、まあ、怖いなピザ。アメリカ人とかで餃子みたいな体型の人多いもんな、うん、そういうことなだな。ああまあ太ってしょ多いよな、うん、まあなんかあの共通の知り合いにコニーちゃんって僕がいるんだけど、キョちゃんと同じタイプの、うん、コニーちゃん、あの子は、うん、そのやっぱ外国の血入ってるから太り方が外国の太り方なんだよね。そうだね、キョちゃんと違うんだよね。あーなるほどね、体質が分かる。顔じゃなくて体につくみたいな。そのなんかケツの方にこう、あケツか、そうキョウちゃんはだんだん球体に近づいてる感じだもんね。俺はもう本当にもうだってあれだからね、俺もう毎年毎年太りすぎて頭のてっぺんと足の裏に肉ついて身長がちょっとずつ増えてる。肉の層で身長を伸ばし続けるっていうなんかとんでもない荒技をしっかり出したから。すよくね、その要は太りすぎてさ、背骨が縮んで身長が縮むとかあるじゃん。はいはい、もう肉がつきすぎ、逆に背が伸びてる、背が伸びるっていう物量で。あーおもろ、すごいんだよマジで。だから俺マックス169までいってるからね。とんでもなんか YouTube の企画で3日間住み込みで、うん、その3人で3日間食べまくって、うん、トータル10キロ太ろうっていう企画があったんですよ。ゲストで呼ばれたの俺、ゲストで。みんなでバーって食ってケンタッキー100ピースとかバーって食った、うん、ひたすらく寿司100貫とか食ってたら俺1人で3日間で9キロ太って。お前らいらんわっつって俺一人で9キロ太ってたから。ちょっと待って、しかもそんだけ体張った動画ゲストなそれ。1日3キロ太ってた。自分の俺の配信じゃ、俺のチャンネルチャンネルチャンネルゆっくりのチャンネルで。うん、あーすごいなあ。そうやばいな、重いぞ9キロって。いやそうなのよ、びっくりした。しかもあの俺ゲストで言ってるんだけど、デブすぎて、その普通の人が持ってる体重計じゃ俺の体重測れないから、俺体重計持参で行ったんだよ。こういう体重計じゃあかんから太る企画するんで、体重きょうちゃん普段使ってるんで持ってきてくださいって言って、デブが体重計持参して太る企画参加で一人で何キロまで測れるのその体重計。ね、いや何キロ結構測れる、200キロオーバーでも全然測れるから。あれさんがいいのよ、今日綺麗だ。まあまあそうね、あれよね、一緒に買いに行ったやつよね。あそう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 、あれはまあまあまあ、メーカーはないけどね。ああそう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 。そうね、マジでキョウちゃんがもともと持ってたのが体重計れなくて一緒に買いに行ったの思い出したわ。そうそう、うん、ここソニタがいいよって、俺が持ってるからこれと同じの買えなっつって、あーこれねっつって、うん、なんかさよく売ってるあの電子なんで、うん、アナログのさ、うん、あーデジタルのね、そういうの知るよね最近。これなんかね100均とかで買ったやつ乗った瞬間後ろからバネ飛び出て壊れたことあるから、ね。体重計のがピーンバネ飛び出て5周ぐらいしたんだろうな。そう、針ビーンってついてもブルーンって左から右にものすごいアイーンって後ろからバネボーン出て壊れて、なんかドラゴンボールであるよな、なんかパワー測定するみたいなマシンでさ、みんなが力加減するんやけど、ベジータが壊すみたいな。あんな感じ、本当に。あんな感じでもう、はいって壊れて。だから、殿っつって、なんかいい体重計知らんっつって、これだよ。はいはいっつって。はい。っつって。やばっ。だから俺も、だって体重って、本当に何年や、18年ぐらい一切変わってない。おお、一切変化ないねん。え、何キロなの？52キロ。おいじゃ今何歳？今34歳。あ、もう来月35やで、俺も。だって30代になっても一切変わらんもん、体重。
あのね、ピザ食ったら太るよ。俺さ、チーズ食えやんねん。いや、俺さ、30超えるまで50キロだったの。おう、何食っても太んなくて。うん、で、一時宅配ピザにハマって、毎日食ってたら、うん、13キロ太って。そんなに太んねん、ピザって。おやば。太られないって悩んでる人は、ピザ食えば一発。やっぱピザだよ。やっぱピザあかんなじゃあ。てか、きょうちゃん、さっき169センチになったって言ってた？センチ？いやいや、違う、9キロ。あ、9キロね。あ、びっくりした。せやんな。きょうちゃん、身長いくつやったっけ？170。あ、せやんな。そんなちっちゃかったんかなと思って。あ、よかったよかった。うん、あ、でも、あの標準体型になったら肉がなくなって、それぐらいになると思うよ。ほんとに伸びてるもんね。そうか、そうか、肉で。肉で、ドンって伸びる。肉で伸びた分があるからな。でもきょうちゃんもう下の部分さ痩せるとかじゃなくて ミルフィーユみたいになってんじゃないの？ミルフィーユ足はミルフィーユみたいにこう皮がこう折り重なってて痩せてももうそこ変わんないかもしんないよ。可能性あるな。俺ね、太りすぎて肉つきすぎて小指肉が埋まって爪なくなってるからね。肉が伸縮して爪の入る場所からこんなふうに肉ってつくんだ。そう爪が入る暇がなくなって肉がもう爪を目に飲み込んでもう肉しかなくなってきた今。ちょっと本当に深爪に勝ったんだな。じゃあそう日々進化してんだよ。やっぱだから小指の爪マジじゃない。そうだって普通爪の方がこう皮膚をねこうねなるよね。巻き爪みたいになるけど痛いなるの。そう肉で巻き込んで肉がカーテンだ。ミルフィーユみたいになってるからもう爪挟んでもうすんごいことになってるからもうすごいな。うん、もう人間の手とはキャラ濃いな本当に。ゆうちゃん足腐ってるしな。え、腐ってんの？おー、始まる始まる。よ。ちょっとここ。おーい、おい。おしらえたの。怖いな、怖いな。落ちろ。あーし。落ちろ。何個食う？オッケーです。はい。ディスコード見てみてください。ディスコード？ん？え？ええ全体連絡すか？うん。もうすごいこと書いてるわ。お待たせしました。マッチ6を開始いたします。大変申し訳ございません。マッチ6につきましては、リマッチとさせていただきます。なんで？いや、やりますよ。これ、最後まで僕は。まあ、とりあえずね。でも、こんなんもう。回線落ちしてリマッチやったら俺が遅刻したもんリマッチしてもう一回やれよ一回戦目。それダメだろ。それはお前のせい。それはダメか。それは違うか。ごめん。違ったらしい。危な。ジペッ。これ多分もうすぐ終わる。うん。そんな気はする。本当に少しだけあと少しだけ耐えて。許してお願い。許せ。よっしゃー。しかも10人脱落してるで。よし。いけるぞ。優勝するぞ。いける、優勝しよう。まだやれる、俺たち。いける。よし、オッケー。よし。すごいやん、3回戦目やで。いった。来た、これ。よし。じゃあ、大丈夫、4人おれば、ワンチャン本当に勝てるかも。うん、これ、いや、マジでワンチャンあるから、ほんまに。確かに。40人なんて、これもう、どこにでも一緒やから。うん。俺、逆に全部足場先に消してやろうかな、俺。先に落ちてな。あり、それあり。これ、最後のマッチやんな。俺先に落ちるわ。あ、落ちる？あ、それも正かもな。下から一人こう待っててみたいな。それしようかな。そっちが強いかもしれないワンちゃん。2回消す。オッケー。じゃあ俺はなんかこの辺に紫のやつ。下に降りてるやつ結構いるわ。あ、いるんか。意外と。
俺、あ、あ水色と消すわ。オッケー、俺も水色消しに行くけど、こもうすでに下のパネルがもうよくわかんなくなっちゃった。いや、俺もよくわかんなくなった。今どこだ、何階だ俺。やべ、黄色に来た。あー、落ちました。やばいな、なんで生きてるんかわからんぐらい。ま、うん、あー、落ちました。頑張ってください。頑張れみんな。え、誰もおらん。どうだった。誰もおらん。誰もおらん。誰もおらん。誰やこれ。ササちゃんが優勝した。ササちゃんか、おめでとう。ササちゃん、ササちゃんおめでとうございます。すえドゼル君のことかな。あああ、いや、じゃあ VTuber のあれだ、チームだ今の。あー、赤ちゃんプレイの子か。赤ちゃんプレイ、赤ちゃんプレイってどういうこと。なんか流出した音声で赤ちゃんプレイしているっていうので、なんかおちっち出勤みたいなこと言って赤ちゃんプレイしてたこと。あれ、まあ、ええかその話は。佐々木さちゃんやん。ダメだ、ダメだ。だから佐々ちゃんなんや。なるほどね。ダメだ。あ、俺だってあのなんかアンケートであるので注目プレイヤー誰ですかってなって、え、全然誰もわからんって一覧見たときに、あ、こいつ知ってる VTuber やって、佐々木作って書いたもん。うん、ダメだ、ダメだ。やばい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 。やばいやばいやばい。いや、じゃあ、そなんで？もう、だったら俺の炎上の話して。うん。もうそれで、あ、でも、トノもね。それで、もう、女の子、LINE ニュースとして。LINE ニュースとして、もう、そっちにして。俺も配信全部受け止めるから。そう、俺も配信でくれて、いや、これは本物だよって言ったら、トノに聞いたら、これは偽物だよって言われたっていう話はあるね。本物も偽物もある。そう、身近な俺ですら本物だと思うレベルの偽物が出た。本当に本物の方がえげつない。そう、本物の方がえげつない。そう、本物の方がえげつない。ちょっとあの、そういうことばっか。やっぱりね、やっぱね、真実の方がやっぱり、やっぱ強烈だ。なるほどね。打足さんって、その過去のそういう恋愛話とかってされてるんですか。あー、気になる。基本的にその俺とはいいんだけど、その相手の人のもなんの名前とかですよね。やったから、はいはい、そうですね。あんまりこうもう自分から話すっていうのは、そう、まあそうですね。まあ。互いで殴り合うのやめてもらって。誰も得しないから、本当に。焼肉行こう。ああね。ええな。焼肉食いたいですね。まあ。そうやな、確かにな。なんかそういう話するとな。自分だけのね、問題じゃないですもんね。まあ、確かにそうだ。ジャブじゃないのよ、お前ら打ち合ってんの。もう、バチバチのストレートなのよ、お互い。振りかぶったストレート、ノーガードなのよ。一番最初にパンチ打ったの、おえちゃんだから。いやいやいや、何事にも全力の方がいいかなって思って、俺。俺がこうやってかばって、こう入って、やめろって、俺を殴れって言って、俺も殴られた後に、ちょっとボコ。お前も一緒に殴られる。なんかごめん。すまねえ、僕も。いや、でもなんか不安やったけど、楽しい大会やったな、こうやって振り返ると。みんなと話すの楽しかった。お前なんで最後爽やかな感じしてるの。え、でも正直めっちゃ絶対勝てるわけないし、このメンバーでなんか全然話始まんだらどうしようワンちゃんで、ちょっと仲良くなれた、仲良くなれた。でも何回も喋ってんもんな言うて。いや、めっちゃ楽しかったな。雑談しかしてなかった。雑談で、いやもうそれが本当にゲームなんてね。いや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 
オールガイズもちろんあり、あったら大丈夫だよ。本当にゲームやな。いや、本当普通に神ゲーやと思う。俺ちゃんと好きで結構やってるじゃんって。はよー、あやっとゲームな、はよす一番出せよとか言いそうやって今危ねえ。いやいやいや、危ねえって今思ったもん俺。いい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 い。いやでもそれぐらいね、いろんなところで出してほしいぐらい本当にいいゲームなのよ本当に。流行ってほしいもん、フォールガイズ。いい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 。流行ってまるで今は流行ってないかのような言い方してる。いやいやいや。なんか昨日やってたら40人でマッチング始まってさ、60人集まって、なんか40人以上で始まって、40名で始まってさ。いやいやいや、それって誰もやってないと思いながら。いや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 、おおおお。ゲームなんやけどな本当に、みんなまたやってほしいね。土曜日だからやっぱり、うん、みんな遊びに行くから早く寝たんだよ。え？事情があるんだからみんな。いやいやいや、ナイスフォローですね。もう本当にその通りだと思います。ね、普通にこれ割とすたまにやったら即マッチングするけどな。うん。うんいや、マッチングでもな、そんな困るレベルじゃなかった。そう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 。なんか普通にちゃんと遊べる。そうだよ。大丈夫だよ。うんうん、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫。いや、一昨年とかもほんとフォールガイズに助けられましたからね。俺もほんと動画のネタないとき、うん、とりあえずこれやっとけみたいな感じでも、とりあえずこれ本当にもうこれやっとけよかったんですよ本当に。あの時は良かったなぁ。今は、ね、全部順調やった時期かな。今は全部順調やったんだ。まあまあまあ、まあ、まあ山あり谷ありが人生ですからね。まあまあそうですね。それからね、谷があるから山がね、登った時の。ああ、確かにそうだ。その通りですか。そうですよ。いやもう本当その通りだと思います。うん、これからちょっとまたね、うん、いい感じの山が。良くないよ本当に。この文化が面白いとされる人たちが集まってんのも良くないわ本当に。だから俺は最初からこうダメだなと思ってたんだよ俺は。もう制御不能だと思って。みんな盛り上がっちゃったんだよこれ。そうだよね。この中でもうごめんなさいって言いながらもやってたもん。本当に、はいはい、ごめんなさい。本当にね。お腹すいたな、うん。今日何も食べてねえよ。まだ。あ、食べてないわ。大丈夫。大丈夫、食べてない。起きすぎてね、もう記憶がもう。ああ。記憶がもう、うん。寝てないのよ。そうだね。いろいろ、いろいろあって。ぼちぼちも多分24時間ぐらい経つよ、多分。いろいろあって寝てない。確か2人ともでも APEX の配信ずっとなんか世の中に来たように、ね、フォールガイズ、フォールガイズの配信ね、フォールガイズの配信10時間ぐらいむずいよな、フォールガイズ、うん、むずいなよこれむずいよこの縛りフォールガイズでも10時間やったらこんな負けるかな、いや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 あうん、あフォールガイズ朝10時まで、うん、だってもうほぼ寝てないでしょ言うてフォールガイズのランク朝10時までさ、ダイヤランクねで9時に来てたディスコード気づいて1時やでって待機してってなってんやろ、そう で俺もう1時でもうだから1回ちょっと寝れんなと思ったんだけどなんかきょうちゃんがその3時からのさっきのクイズのやつあるから、うん、俺寝るよって言って、いや絶対寝たら起きれないからって言って、うん、でフォールガイズの1対1ずっとやって2人で1対1やってやってたんや、あーなんかフォールガイズの1対1をフォールガイズの1対1 訓練場でね、あ訓練場でな、フォールガイズ持ってフォールガイズ持ってフォールガイズ、どんなスキン使ってたスキンはまあまあまあだね、うん、ワープできる、うん、そうそう、どっちが強かったんですかそれ。いや、トロの方が強かったよ。すげえ。すごいやん。このクイズやっぱうまいんですね。体出し合った男の殴り合いみたいな。うん、おお。ちょっと隠れるっていうのになると一気に俺が勝てなくなるんで、はい。あー。いやー、ね。お互い改善点が見えた1対1だったわ。そうだね。成長してたんや。フォールガイズな。フォールガイズね。フォールガイズ。やっぱりね。ねじ曲げとる。難しいよね。それ
あの、第一スケジュールよりだいぶ早ない？俺ら終わんの。あ、まあ確かに。だって10時終了予定やったよな、確か。うん。22時だったと思うよ。まあでも。まあ余裕見てってことやったんか。なるほどね。多分ね、スムーズに進行できたってことじゃない？いや、このまま集計で22時までかかる。あ、それまた、またかれんの？俺はだから焼肉中継もあるでしょ、だからこれからね。場所移動して、うん、二次会っつって。現場のね。22時まで集計かこれ、うん。まあ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 、人数多いからね。うん、人数多いから。まあちょっと、いや、これもう、ちょっと早く発表してくれへんかな。トイレ行ってきますから。皆さん、解散していただいて大丈夫です。大会参加並び進行のご協力ありがとうございました。え？集計見してくんないみたい。もう解散していって。ああ。え、もう集計しない。え？何やったとかもうええの？いやいや、もうだからもう解散していって、集計中の後に。我々はもう。で、やり捨てされたってこと？あ、今、今、出た。あ、出た出た出た。11やー！よっしゃー！ 11！ おー！やったー！おー！ 1 ページ目には載んなかったか。ああ、惜しい。まあ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 。ビリじゃないか。まあ、そうだね、うん。ビリでもブービー賞でもなく、一番中途半端な順位だね、これね。やっぱコンスタントに数字を稼ぐのが大事だからね。ゼロが2個ある、ね。ああ、確かに。ゼロは。でも最後80点はようやったな。確かに。そうだね。確かに結構稼いだんや、うん、これでも1試合目に終えちゃえたら多分、うん、いやもうちょっと上だったなだとしても40点プラスされてるかどうかってとこやりよくて それが足されたら上が10点10点差だったから本当にかいや下水か強すぎやろ120やば大使軍なんだよだって正直ほぼプロゲーマーみたいな4人やでそれにこんだけ差つけてんの連覇連覇ってさやべえとんでもねえぜあ今日はみんなでも本当にありがとうなんかねめっちゃふわってくる本当に楽しかったからでもいやめちゃめちゃ楽しかった俺も楽しかったよな普通になんかおもろかったわめっちゃおもろかったうん、うん、あっという間やったなんか終わってみれば、うん、いや雑談めっちゃ楽しかったわ楽しかった雑談も、うん、雑談もな終始音なかったからな、俺、本当に。何だったの結局、最後まで直らなかったやん。最後までミュートできねえのやつずっと。最後まで。うん、応援団だ、応援団。だから、俺の配信来たら、もう、くっきり音声が、もう、本当に。残ってる。